皆さんこんにちは、ひとみです。今日は私がハワイワイキキ周辺で行ったレストランをご紹介していきたいと思います。今回の動画ではだいたい16、17、18店舗くらい、はい、をレビューしていくので、もしかしたら一つ一つのお店の例えば営業時間だったりとか行き方だったりとか、私が食べた商品の料理の名前とかをこう詳しくご紹介できないかもしれないので、もし詳細が気になる方は下の概要欄のところにお店の公式サイトと、あと私がそのレストランに行く前に参考になったなと思った個人の方が書いたブログだったり、はい、サイトっていうのと、あと私が動画の中でご紹介する料理の正式名も書いておくので、もし気になった方はご覧になってください。それでは早速行きましょう。まず一つ目はヘブンリーというお店です。こちらはワイキキビーチの中からは少しこう中に入るお店なので、私初日に行って Wi-Fi がなかったのでちょっと悩みました。でそのお店を探すのにたまたま歩いてるこう現地の方にここをどうやって行くのっていう風に聞いたら、あ、ここは朝食とあとランチが美味しいよねみたいな感じで言っていました。私が頼んだのはエッグベネディクトとあとロコモコを注文しました。エッグベネディクトの方はどっちかといえば結構甘め、あんまりこう食塩っていうか塩分は感じずに結構甘めで、私はエッグベネディクト本体よりサラダ、その横についてるサラダの方が好きでした。そしてロコモコに関してはもう本当に絶品です。すごく美味しかったです。これ多分日本人の方にはすごく合う味付けになってると思うので、はい、ぜひ試してもらいたいなっていうふうに思いました。あとお店の雰囲気とかもすごくよくって、結構日本人の方も多かったり、私たちが対応してくださった店員さんは外国の方でこう英語を話されていたんですけど、日本語のメニューもあったし、多分日本人の方なのかなっていう店員さんとかもいらっしゃったので、はい、なかなか良かったなっていうふうに思います。結構値段は、もし飲み物とあとそのメインの食事を一つ頼むとだいたい20ドル、チップとかも含めると20ドルは一人超えちゃうかなっていうくらいなので、まあでもハワイではそれくらいかなっていう、はい、感じです。次はスラハワイという韓国料理のお店です。こちらはもう本当に本当に美味しかったので、ハワイに行く方はぜひ行ってもらいたい、はい、お店になります。お店の場所がちょっと遠くって、ワイキキのこの周辺のエリアから少しこう横側に行ったアラモアナのショッピングセンターがあると思うんですが、そこからだいたい歩いて15分とか20分ぐらいかなっていう感じがあります。私は初めの1回行った時はちょっと悩んだのでもうちょっと時間かかってしまったんですが、ちゃんと地図見ればそのぐらい、もしかしたらもうちょっと早く着くかなっていう感じです。で、アラモアナのショッピングセンターの近くにドンキホーテがあるんですけど、そのドンキホーテからはだいたい10分前後以内で行ける感じです。ちょっと遠いけど歩いて探してでも絶対に行きたいなっていうお店です。何がいいってお肉が柔らかいんです。私今矯正をつけているので、こうアメリカに行くと結構お肉が硬いイメージがあって、こう過去にこうアメリカ行った時もあんまりこう日本より柔らかいお肉って結構な金額出さないと、はい、こう硬めのお肉っていう印象があったのでちょっと心配だったんですね。だけど、初日に私頼んだのがスモールスラコンボっていう、1人60ドルぐらいするちょっとちょっと高めなんですが、野菜とかよく韓国料理にあるキムチとかそういう前菜的なものも全部ついて、あとご飯とかスープとかもついて、お肉が3種類ついて1人60ドルっていうのを頼みました。で、一つ今この写真でお見せしているこの大きいお肉がなんか草履みたいで本当に大丈夫かな、食べれるかなって思ったんですけど、この大きいお肉でさえもすごく柔らかくって味付けもバッチリで本当に美味しかったです。夕方の7時ぐらいに行くと結構混んでいて、私1回目行った時は30分ぐらいかな待ちました。韓国人の方もいれば日本人の方もいたし、あと欧米人の方とかも結構もうミックスでいろんな方がこう待っていらっしゃいました。2回目行った時は5時台結構早めに行ったので全然混んでなくってすぐに入りました。2回目行った時はお肉、1回目のそのコンボの時女子2人で行って2人とも結構大食いなのにお腹パンパンでこう帰ってきたので、次はお肉を単品で頼もうと思って単品で頼んだんです。で、もしお肉を単品で頼む場合は1つのテーブルにつき2つお肉2皿お肉を頼まなきゃいけないっていうことがあったので、まあまあいけるだろうと思って頼んだら、それでも結構
結構お腹いっぱいになりました。そのお肉の単品メニューにもスープとか、あとその前菜キムチとかコーンとかチーズとかそういうのは全部ついてくるようになっているので、まあ、ちょっとお値段はするけど、でもお値段以上のものを食べてるなっていう感じがあったので、ここは本当におすすめです。次はイタリアンレストランのアランチーノディマーレというお店です。こちらはワイキキビーチのすぐ向かい側にあって、確かマリオットのホテルの中1階にあるんだったかな。なので、はい、比較的見つけやすいお店かなっていうふうに思います。結構外を見るとカジュアルなレストランっていうよりは、なんて言うんだろう、もうちょっとこうシャツ T シャツにジーパンとかでは行きたくない感じ。もちろん T シャツジーパンの方もね、たくさんハワイでは観光客の方いらっしゃったんですが、私的にはどっちかといえばこうシャツに、まあ下は B さんでもいいけどみたいな感じの、はい、お店でした。私たちが注文したものは、一つはルッコラと生ハムのサラダで、もう一つは生ウニのパスタで、もう一つはモッツァレラとあとトマトソースのパスタを注文しました。もうサラダは本当に想像通りの美味しいサラダ、そして生ウニのパスタは結構これはクリーム系のパスタなので、生クリームが苦手な方とかはもしかしたら苦手かもしれないです。だけどすごい生クリームとかこうバターの焦がした香りがすごい香ってきて、私は結構好きでした。私ウニ嫌いなんですけど、その中に入ってるウニも臭みがなくって食べられたので良かったなっていうふうに思います。でもカルボナーラが苦手な方はこのサラディッシュは全部食べきれないかなっていう感じの濃厚さ、かなり濃厚なので、はい、そこは注意かなというふうに思いました。で、トマトソースとモッツァレラのパスタはもう本当に安定の美味しさでした。で、このトマトソースのパスタは何かに似てるなって思ったのが、日本にある、なんだっけ、そう、アフタヌーンティーだ。アフタヌーンティーの、パスタがあるんですけど、それとそっくりで、それよりもちょっとこう、塩が多めかなっていう感じがあります。このお店っていうか、まあ、アメリカ全体だと思うんですが、結構塩は多めにこう入っているかなっていう印象ではありました。で、このお店は私いくら払ったのかな、そう、飲み物と前菜をシェアして一つと、あと一人ずつ主菜を頼んで、大体あとチップも含めると最低一人50ドルぐらいはかかるので、まあ、ちょっと高いかな。で、味と値段で比較すると、もうちょっと安くてもいいんじゃないかなって、まあ正直個人的には思ったんですけど、全然まずいわけではなく、本当に無難な、どっちかといえばこのなんかロケーションでお金を払ってる感じかな。なのでも一回行ってはいいなっていうふうに思いました。で、ここも結構並んでいて、私たちは夕方の7時半ぐらいに行ったんですが、3-40分ぐらい待ってました。私たちはたまたま2人で行ったのですぐに入れたんですが、3人以上とかになるともしかしたら結構待つかもしれない。でも外とかのこうテラス席もあって、すごい雰囲気はとてもいいので、ぜひ行ってみてください。ちなみにお店の中の店員さんですが、私が担当してくださった方は日本語は話せずに英語のみの対応っていう感じでした。だけど後ろで日本人の方に対応していたのが日本人の方みたいだったので、もしかしたら日本語も行けたり行けなかったりなのかなっていう感じだし、あと実際こうメニューいただくメニューには商品の名前が書いて、お料理の名前が書いてあるだけで、特に写真は載っていないので、もし事前行く前、事前に写真とかを見たいっていう方は公式ホームページには一つ一つこうクリックするとそのメニューの横にこう写真が出てくるようになっていたので、はい、下に貼っとくのでよかったらチェックしてみてください。次はフォーファクトリーというベトナム料理のお店です。こちらはフードコートにあるお店なので、比較的値段的には結構安く、1人、まあ、最低でも大体10ドルぐらいかな、飲み物とかセットにすると13ドル15ドルくらいいくお店ですが、わりかしリーズナブルなお店だと思います。フォーが私すごい好きで、ハワイに来るときは一応っていうか毎回このお店には行ってます。でも超美味しいとかいうわけではなく、本当に無難にリーズナブルにフォーが食べれるお店っていう感じで行ってます。なので例えばこう毎日結構ジャンクなフードを食べて、朝ごはんでなんかあんまお腹空いてないんだけどなんか食べたい時だったりとか、夜お腹空いてないけどなんかちょっと小腹に入れときたいっていう時に行くお店です。私以前にハワイの他のフォーのレストランでお肉が入ったフォーを頼んで、ベトナムのフォーって結構こう生で
あの出てくるじゃないですか。それでそのスープの中でこう色が変わってくみたいな感じですよね。で私それで一回お腹を壊してしまったので、それから結構私生肉、あのベトナム料理の生肉はちょっと現地で食べた以外はなるべく食べないようにしているので、あのここのお店ではいつも豆腐のフォーを頼んでいます。今回あの新しく見つけたのが、そのセットでプラス確か3ドルいくらとかで飲み物と、あとあの生春巻きが頼めるんですけど、その生春巻きについてくるソースがすごく美味しくって、確かこれプラスでもらうといくらか30セントとか確かかかったと思うんですが、あの一つは無料でついてくるので、これをそのスープの中に入ってる豆腐につけて食べるのが今回はすごいハマりました。でここのお店、あのもともとベトナム料理全般、ここのお店以外にも言えることが、レモンとか、あとその香りのいい香りの名前忘れちゃったんですが、その葉っぱとか、あともやしがこうセットでついてくるんですね。で私はもともとすごい結構酸っぱめのこうあのスープが好きなので、いつもレモンを足してとか、あとなんだっけ、ビンスプラウトってなんだっけ、もやしだ、もやしを足してとか、そういう風に言うと無料で追加してくれるので、もし、はい、必要だなと思う方はやってみてください。でスープ自体、私の姉が一緒に行った姉はあのお肉の方頼んだんですが、結構ね美味しかったです。それもでスープもこうベトナム料理のお店って結構甘いスープもあればっていう風な、結構分かれると思うんですが、ここは甘いスープではなく結構しっかりした、はい、出汁なので、私は結構好きでよく行っています。次にロックアイランドカフェというお店です。こちらはアメリカ料理になります。私が泊まっていたハイアットリージェンシーから歩いてもう本当に数分で着くお店で、結構わかりやすいと思います。あの店内が商品こうちょっとレトロな、アメリカのこうレトロな雰囲気の、確かねハリウッドのこう何十年代だったかな、50年代だったかなの、そうイメージしたあの店内になっていて、半分がお店、この商品、あのエルビスとか、そうマリリンモンローとかいろんな商品を売っていて、そのあと半分がこう食事ができるスペースになっています。ここはもうお店全てがフォトジェニックですごく可愛いので、あの写真撮りに行くだけでもぜひ訪れてもらい、行ってもらいたいなっていうお店になっています。ここ私過去のハワイでも全部行っていて、私が好きなのはカルーアポークのサンドイッチっていう名前だったかな、のサンドイッチです。もうポークもすごい臭みがなくって柔らかいし、あともう美味しいバーベキューのこう味とこう混ざってとっても美味しかったです。で私のもう一人一緒にいた姉の方はチーズバーガーを頼んでいたんですが、あ、うん、アメリカだねみたいな感じで、あの本当に現地のアメリカのハンバーガーっていう感じでした。私今回飲み物は頼まなかったんですが、だいたいそれで一つのそのサンドイッチだけでだいたい10ドルから、まあ、15ドルくらいなので、飲み物とかチップとかも含めると一人だいたい20ドルくらいは払うことになるので、だいたいワイキキのアベレージの値段かなっていう感じがします。あの店主の方に聞いたら日本語メニューはあるそうで、だけどこう以前昔に比べて日本人の方が結構減って、今は韓国とか中国の方が多くなったっていうことで、多分日本語での対応ができないのかな。私がいた日は日本語を話せる方がいらっしゃらなかったので、あの英語での対応っていう感じではありました。でも本当にお店の中も全てフォトジェニックですごく可愛いので、ここは、はい、あとハンバーグとかピザとか、あの本当にもうアメリカ料理っていう、こう想定できるものは全て売ってます。あの甘いパフェとか、はい、なのであの1回はね滞在中行ってもいいのかなっていうお店なので、ぜひチェックしてみてください。次は少しメインのエリアからは遠くなってしまうんですが、ダイヤモンドヘッドに行く方はぜひ行ってもらいたい、ダイヤモンドヘッドマーケット&グリルというお店です。こちらは半分がベーカリーっぽい、こうちょっとした惣菜だったりとか、あとスコーンだったりっていうお店もあって、あと半分がレストランではないんだけど、こう持ち帰り方式でこう購入できるお店になっています。よくネットで見たら有名なのはそのベーカリーの方の、ブルーベリーのスコーンが有名っていうことだったんですが、私たちはあまりお腹がこう甘いのを食べた、その時は食べたくなかったので食べなかったんですが、結構それは有名みたいです。で私たちが行ったのはその隣の方の、あのお料理の方で、ここは結構いろんな、何料理っていうんだろう、なんか想像できるものはいろいろありました。シーフードとかお肉系とか魚系は言ったかとか、そうアメリカっぽい料理とかいろいろあって、あの現地の方もいれば日本人の方だったりとか、かなりあのずっと混んでました。でここで私が何を頼んだかというと、味噌ジンジャーサーモン
っていうので、あのこのお店 は、 こうはサラダになってるものだったりとか、ハンバーガーだったりとか、あとご飯がついて野菜がついてるプレートだったりっていうものが結構種類がたくさんあるんですけど、私はその中のプレートを頼みました。なのでご飯とサラダとあとサーモンがついてきました。もうね、想定通りの味で本当に美味しくって、一つ気になったっていうか、私の注文してた前の5人が全員あのよく焼きでっていう風に頼んでたんですね。で、あ、みんなよく焼きなんだっていう風に思っていて、私サーモンは普通に何も言わずにそのまま頼んだら、なんかね、3つぐらいこの大きいサーモンがついてきたんですけど、真ん中のやつは確かにちょっとちゃんと焼かないとちょっと気持ち生臭くて、その横のやつはすごいよく焼いてあったので全然生臭くなくて、本当に味噌とジンジャーのもう生姜のいい香りがして美味しかったので、私がもし次行くならどの料理もよく焼きで頼みたいなっていう風に思いました。ダイヤモンドヘッドからは歩いていくとちょっと時間かかるかな、15分ぐらいは確かかかると思います。でバスだとあの2つぐらいのストップでもう目の前に止まってくれるし、私たちは車だったので 2,3 分ですぐ着いちゃいました。なのでダイヤモンドヘッドとかその近くのファーマーズマーケットとかに行く帰りに行かれてもっていうか、もうここはねすごい美味しかったです。であのちなみにこの日は私はあの芸能人のヨンアちゃんにこのお店で出会いました。であの食べるところっていうのがその中にレストランみたいにはなってなくて、本当に買ってその外にこうちょっと座って食べるところがある感じなんですけど、日陰が全然ないので、もし女子の方とかはあのがっつり焼けるので、あの帽子かぶったりだったりとか、あの日焼け対策をすることをおすすめします。でもしね車の方はその車の中で食べれるので、はい、いいと思うんですが、そうここは値段はちなみに私はそう大体飲み物は頼まずにそのプレートだけ頼んだら約1人10ドルくらい、まあ、10ドルから、まあ、物によっては20ドルいかないくらいなので、ここも比較的リーズナブルなお店だと思います。結構混んでいるので、でも混んでるっていうぐらい本当に結構美味しいので、ぜひ試してみてください。次にタイ料理のサイアムスクエアというお店です。こちらはですね、ここはワイキキの中では比較的リーズナブルなタイ料理って言われてるお店で、私今回初めて行ったんですが、とっても美味しかったです。あのもし甘党の方はあのタイアイスティーぜひ飲んでもらいたいです。すごい美味しくって、私はもう滞在中3回飲みました。そしてこのお店で好きだったのはトムヤムスープ、これはねすごい美味しくって、あのお店じゃないメニューによってはこうミディアムマイルドミディアムホットだったかなっていう風にこういくつかこう辛さが選べるんですけど、もし辛さが苦手な方はもう絶対にマイルドをおすすめします。私もともとそんなに辛さが苦手なわけではないんですが、初めに行った日はもうお腹が空いていてとにかく食べたくって、店員さんにマイルドあミディアムって辛いって言ったら、うん、そんなって言うからミディアムで頼んだら結構辛いです。なのでもしかしたら、うん、基本的にはマイルドで、私の一緒に行った姉は結構辛いの大好きなので、ちょうどこうマイルドだとちょっとマイルドすぎるかなとは言ってたんですが、私はマイルドでもちょっと、うん、辛いかなっていう感じがありました。なのでそこはちょっと注意かなっていうふうに思います。でなんかここのあちなみにここのサイトはあの下にクーポンを思いで 10% か 15% オフのクーポンあるので下に貼っときますね。でここで食べたのは私このお店に2回行って、で1回目はそのトムヤムスープがとにかくめっちゃ美味しくていいなと思いました。なのでそれはね絶対頼んでほしいです。であとガパオのそのご飯がついてこないそのガパオのやつがあるんですけど、ガパオはね激辛です。美味しいんだけど激辛なので、あの辛いの苦手な方は無理だと思います。私もあのすごい食べたかったんだけど辛すぎて食べれなかったです。であとパッタイは私あの実際現地のタイで食べたことがないので、こう日本でパッタイって言われてるパッタイしか食べたことなかったんですけど、ここのパッタイはもう甘いなんか日本の焼きそばを甘くした感じなので、うーんっていう感じ。それは私はあんまり好きじゃなかったです。でもその他で頼んだ商品があまりにも辛すぎたのでそればっか食べてたんですけど、そうだからここのお店だったらトムヤムスープは絶対頼んでほしくって、あとタイアイスティーも頼んでほしくって、であと周りの方あの日本語メニューもあったので、あの日本語は通じないけどそう日本語メニューはありました。で周りの方が食べていたのは結構なんだっけあのチャーハンみたいのを食べてる方が多かったので、また今度行った時は私も挑戦したいと思うんですが、ここはだいたい一人どれぐらいかな、
クーポンも使って2人で50ドルぐらい、チップとかも含めて50ドルくらいだったので、飲み物をお互い1杯ずつで、あと食べ物3皿とか頼んで50ドルぐらいだったから、結構まあ1人25ドルとかを出せばお腹こういっぱいで帰ってこれる感じなので、ここもぜひ行ってもらいたいお店の一つです。次に日本にも店舗があるアイランドヴィンテージコーヒーに行ってきました。こちらは私的には朝とかこう昼のイメージがあって、アサイボールが有名なお店だと思います。私もアサイボールが大好きで、よく日本でも行っているお店です。ここで私が食べたのはビーガンポキっていう、こうベジタリアン あのものなんですけど、いろんな豆腐じゃないなんだっけな、いろんな野菜とご飯とで、メインでごま油とか醤油でこう味付けをされているので、これもすごく美味しかったです。で、横にパパイヤがついていたので、結構辛いのと甘いのとこう一緒に食べれる感じで美味しくって、でもう一つ私の一緒に行った姉が頼んだのは、なんだったっけな、あのマグロのポッキー、スパイシー醤油ポッキーみたいのを頼んでいました。彼女もこれすごい美味しいって言っていて、なんかね、いい香り、海苔の香りとごま油と醤油の香りがして、こう日本人の方は好きな味かなっていう風に思いました。周りの日本人の方も結構これを頼んでいらっしゃった方が多かったです。でも私が頼んだ方のこのビーガンポッキーの中に入っていたハラペーニョがあるんですけど、ハラペーニョってちょっと辛い、ちょっととか結構辛い、なんだっけ、香辛料っていうか、なんかシシトウみたいなのめっちゃ辛いバージョンみたいなやつがあるんですね。でそれが結構入っていたので、私は初めそのパート全然そこがなくって、あ、美味しい美味しいって食べてたら、最後の方でそのハラペーニョが細かく切ってある集団に当たったらしく、めちゃめちゃ最後辛くなって全然食べれなくなってしまったので、私がもし次回行くならハラペーニョなしで頼もうかなっていうふうに思いました。でもそれ以外はもう本当に美味しくて、ちなみに料理は朝から3時までしか食べれないので、夜は食べれないです。なのでここもね、朝朝食で何か食べたいっていう時とか、フォトジェニックな写真ご飯と撮りたいっていう方とかにおすすめなので、あとここは私が日本でも大好きなのはカプレーゼのサンドイッチはもう本当に絶品なので、もう間違えたくない、トマトとモッツァレラとバジルのペーストとパンが好きっていう方はもうそれを頼んでください。本当に美味しいのでおすすめです。ちなみに値段はもし飲み物と何かご飯を頼むってなると、だいたい1人20ドルいくかいかないかくらいなので、だいたい10ドルからアサイボールだとちょっと高くって10ドルくらいで、1つのサイズになっているので、約1人10ドルから20ドル持っていけば、はい、安心かなっていうお店です。次に紹介するのは今まで紹介した中でも多分一番高かったかなって思われるストリップステーキというお店です。こちらはちょっとね、見た目っていうかもうゴージャスすぎて、ちょっと恥ずかしくて入り口の写真とか店内の雰囲気が撮れなかったんですが、このお店はお肉とあとシーフードがとあとお酒がメインのちょっとこう大人な感じのお店になっています。お店入る時も店員さんとかも女性の方とかもヒールで対応されたりとか、男性の方もなんかシャキッとされているので、どっちかといえばこうカジュアルな T シャツジーパンで行くよりは、私はこうシャツだったりとかヒール、まあ、ヒールは履いていかなかったんですけど、ある程度こう清掃していきたいなっていう感じの、はい、素敵なお店になっています。で、もともとソフトドリンクのメニューがなくって、本当にこうお酒がブワーっとこうバラエティがあるお店なので、私あんまりお酒飲まなかったので、ソフトドリンクに関しては取り扱いはあるんですけど、店員さんに何があるかを聞くっていう、はい、感じでした。で、私たちが頼んだのはお肉、ヒレ肉を頼みました。で、ヒレ肉だけで確か60ドルぐらいかな、50何ドルだったかな、するんですね。で、結構想像してたよりは、まあ、柔らかいけど、でも6000円でこのくらいかっていう感じだったかな、正直。で、あと結構塩がすごく効いているので、夜とかに食べると次の日結構目が腫れるっていうくらい塩分で、なので塩気は強かったです。でも店員さんの対応もすごく丁寧ですごく良かったし、なんかこう私たちが日本人っていうのが分かったみたいなのか、こうなんか質問ある、大丈夫とかすごい確認してくれたり、結構日本を好きな店員さんが何人かいらっしゃったので、日本どうなのみたいな感じとかのお話もできたので、すごいサービスはすごい良かったなっていうふうに思います。あと私たちが行った時はシェフからのサービスっていう感じで、周りの方にもこうフレンチフライの3つ入った
あとソースも3つ入ったセットみたいなのをこうプレゼントしてくださったりしたので、そういうところはすごくいいなっていうふうに思いました。でお肉に頼んだサイドメニュー、ハッシュドポテトとか、あと私はなんだっけな、チャーハンみたいなものを頼んだんですけど、サイドのメニューが結構量が多いので、なんか2人、全部女子2人で行くんだったらサイドメニューは1個とか でシェアするぐらいがいいかなっていうふうに思いました。先ほど言ったように値段が結構高めなので、1人飲み物、前菜、あと主菜でサイドのメニューとかを頼むと、1人多分100ドルまではいかないですけど、ほぼほぼ1万円くらいは払うんじゃないかなっていうくらい結構高めなので、こう値段と味で言ったら結構その場所でお金を払ってるかなっていう感じですかね。あと雰囲気でお金払ってるかなっていう感じがあります。なので私はこのお店はまた戻りたいかなっていうと、だったら一番初めに紹介した韓国料理のスラハワイっていうところに戻るんですが、例えばこうデートで行ったりとか、なんかそういう、あとなんだろう、ちょっとこう家族でとか大人な感じ、もうみんな大人な感じの方が行くところだったりとか、これなんかお仕事の旅行とかで行くんだったらいいかなっていう感じの、はい、印象でした。最後にワイキキエリアからは徒歩ではちょっと遠くて行けないんですが、バス1本で行ける美味しいカフェをご紹介します。それがこちらのアーボカフェです。こちらのお店はカカアコ地域っていうワイキキのアラモアナの方のもうちょっと横の地区になっているので、バスでだいたい30分ぐらいでも1本で行きます。カカアコ地区って聞くとワイキキ行った方だったりとか、あとこれから行こうと調べてる方はもしかしたら聞いたことある名前かな。ウォールアートが有名な地区になっていて、このカフェの周りにもたくさんウォールアートあって、こんな感じで私は、はい、いろいろ回っていました。私たちが頼んだのはコーヒーと、あとチャイティーラテと、あとパンの上にアボカドとかトマトが乗っている、はい、ものを頼みました。ここのお店は他のワイキキのレストランとかカフェと比べて塩気がすごく少なくって、本当にこう素材の味を大切にしてる感じなので、こう塩気が好きな方は逆にちょっと足りないかなっていう風に思うくらい、こうヘルシーな感じの味なので、こうちょっとお腹空いてないけどこうなんか食べたいなっていう時とか、あとお店自体がすごくフォトジェニックで可愛いお店になっているので、可愛い料理と写真を撮りたいっていう方におすすめな場所になります。値段は飲み物だけの注文であれば10ドルは全然超えなくって、5ドルとかもうちょっと安かったり商品によって、はい、します。でもし食べ物とかとも頼むと、まあ1人だいたい飲み物食べ物で、まあ、10ドル、15ドル、20ドルくらいかな、はい、になるので、まあ比較的いい感じの、はい、ご飯が食べれる場所かなって、ライトな感じの食事がいけるところかなっていうふうに思いました。確かこのお店は3時ぐらいまでだったかな、はい、で閉まってしまうので、午前中に行かれたりとか、こうウォールアートでいろいろ見られた後にこうちょっと休憩の感じで行く、はい、お店になっているので、カカアコ地区に行かれる方はぜひ行ってみてください。さっき最後って言いましたが、一番フォトジェニックなレストランをご紹介するのを忘れていました。それがロイヤルハワイアンというピンクのホテルの中に入っているサーフラナイというレストランです。ここはもうピンク、お店がピンク、ホテルもピンクなので、女子が本当に好きなレストランだと思います。で食事も結構美味しくって、あと比較的値段もリーズナブルではないんですけど、こう高立地の中で一番いいど真ん中のところにあるレストランなのに、ですごいフォトジェニックで可愛いのに、一つの料理がだいたい20ドルとかパスタとかだと、なので結構わりかしこう優しめな、はい、レストランかなっていうふうに思って、私はすごく気に入りました。料理も本当想定通りの美味しい、こう期待を裏切らないもので、私が頼んだパスタ、トマトのパスタもすごく美味しかったし、もう一個はコリアンダーとかが入ったお肉と、あとなんかエイジアンサラダみたいなやつだったんですけど、それも結構美味しかったです。コリアンダー好きな方は美味しかったです。周りのお肉もすごく柔らかくて、はい、いいなと思いました。あと飲み物も私が頼んだココナッツパイナップルみたいなやつだったかな、それもすごく美味しかったので、ここはあとフォトジェニックでもういい写真がすごく撮れるんですよ。日本語は結構通じてた気がします。私の周りの方、日本人の方がいらっしゃって、ちょいちょい日本語話してらっしゃったんですが、店員さんも理解され
てる方が多くて、そこもいいなっていうふうに思いました。あと有名なピンクのパンケーキなんですが、あのブレックファスト、朝食の対応のみっていうふうになってるみたいなので、ランチとかその夜に行かれるとないので、そこだけ注意ですが、私はここはまた戻りたいなって思うくらいとっても可愛いお店だったので、あの彼女と行く方とか、彼女を喜ばせたい方とか、女子2人旅とか、女子のグループで行く方とか、すごくおすすめなので、はい、ぜひチェックしてみてください。ということで、以上が私が今回ハワイで行ったレストランのレビューやご紹介になりました。冒頭でもお話しした通り、今回ご紹介したこのレストランたちの詳細や商品名だったり営業時間だったりというところは下の概要欄のところに貼っておくので、ぜひ見てみてください。で、あと本当はこの動画でフォトジェニックなカフェだったりとか、美味しかったこうスイーツ系のお店も入れようと思ったんです。でもそうすると多分1時間超えの動画になっちゃうんじゃないかなっていう感じだったので、この後に一応動画は作る予定なんですが、ちょっと旅行とかも入ってくるので、もし上げられなかった際には、あのインスタグラムのストーリーの中にハワイっていうハイライトを作ってます。でそこにいろいろこう美味しかったスイーツのお店とか、いろんな場所とかも載っけているので、よかったらチェックしてみてください。ということで、この動画がこれからハワイに行かれる方への参考になれば幸いです。旅行中は楽しんで、気をつけて、そしてたくさん思い出を作ってください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。バイバイ。